そうですね、まあオンライントーナメントモードって聞くともうまるでね、今こう e スポーツのシーンでトップレベルの人たちが競うためのもののように聞こえると思うんですよ。でも実はちょっとコンセプトは違っていて、やっぱりこれはね鉄拳に限らずですよ、多くの格闘ゲーム、あと多くのこういうあのなんていうかね、結構競技としてハイレベルなゲームってオンラインにつないで遊び続ける人ってじゃあどれぐらいいるのかってなった時に、じゃあ何百万人も買いました、例えば200万人の人がとか300万人の人があるファイティングゲームを買ってみんながずっとオンラインで対戦してるのかって、そんなことはないんですね。もうこれは正直言うと半分もいないわけですよ。 50% も絶対いないです。で多くの人はまあやっぱり負けるのは嫌だし、そうランキングを競いたいわけじゃないだけど、でも競争心は持ってるんですね。でどういう遊びをしたいかというと、今ランクマッチをやるか友達とちょっと部屋を作って遊ぶかぐらいしかないんですけど、やっぱ目的が欲しいってなった時に、トーナメントだったら例えば世界中の人とやって世界チャンピオンになるのは難しいけど、例えば8人のトーナメントをやったとして8人のトーナメントでトップになれる可能性っていうのは日々やってればあるかもしれないです。そうするとやっぱそのトーナメント1位になった気分っていうのを味わえて、プラスそこにゲーム的に実際ちょっと報酬が入るようになるんですね。で、まあ、それによって、まあ、衣装がアンロックできたりとかそういうことができるようになるんですけど、まあ、ちょっと目的を持って日々遊べる遊び方に、単にランキングマッチだけじゃなくてこういうトーナメントでミニトーナメントみたいなのを開いて遊ぶっていうやり方をコンセプトにしました。で、まあ、もちろんオンライン予選だとか大会とかの予選にも、使おうと思えばもちろん使えるんですけど、元のコンセプトはさっき言った通りですね。あれみたいで、ね、昔友達とチームバトルやって盛り上がってて、うん、そうチームバトルやったり、あとゲームセンターで、昔もう今ゲームセンター欧米ないけど、ゲームセンター行って友達集まったやつらでよしトーナメントやろうぜってこう紙書いて、うん、みんなトーナメントやったでしょ。やっぱそれだよね、友達に勝てればいい、ね、そう仲間の中で1位は誰だ、ね